のふたドリブル突破。アランも何その顔何その顔アラン眠いの眠いの眠いのアランルルは何見てるのルルお母さんお母さん見てるのお母さん慣れてあげられないって言ったじゃんはい、おしまい。またね。アランどうした眠いのその顔。ね、またね。アランもおやすみ。おやすみ。寝てください。ね、またね。いっかいっか。ね。寝てないその2人とも。医院として医師の依頼、産業地帯などで診療を続けてきました。しかし、活動を続ける中で、中村さんは徐々にある思いを強めていきました。それは、医療だけでは人の命は救えないという。きっかけは2000年。を襲った大干ばつでした。農地が壊滅的な打撃を受け、人々は栄養失調に耐え、水不足のため再び水を飲んだ子供たちの間で赤痢などの感染症が急速に広がりました。干ばつ、そのために子供が次々と死んでいる、抗生物質で農業や化学は治せない。
25キロ離れた沢谷まで水を通すことが、最初の2キロに水が通されました。水を通してから3年後、畑では黄金色に実った草原が完全に揺れていました。農作ができないために農民が何人かしてで、そのために病気が結構治安が悪くなるという苦情。Thank you.